はい、えー、皆さん、こんにちは。今日はですねあの、皆さんの好きな食べ物のお話をしようかなと思います。やっぱり食べ物の回は、そうだね。はい、皆さん、食べ物のことが好きなのか、うん、食べ物の話は分かりやすいからなのかもしれませんね。ちょっとその 食べ物っていうのとはちょっと違うかもしれないんだけど、今日はあの、給食のお話をしたいなと思います。うん。うん。給食の話っていうのは、結構前にもう何回かしてるかもしれないんですけど、まあ何回してもいいかなと思うんでね、します。はい。えー、給食っていうのはですね、えー、まあ学校かな主には。学校で出るお昼ご飯のことが多いかな。 学校によっては、まあ、夜も出るとかっていうところもあるかもしれないしいろいろあるとは思いますが一般的には給食って言ったら学校で出るお昼ご飯のことでですね、はい、うんでえー、大体日本の普通の学校はどうでしょう小学校と中学校は給食があるっていうところが多いんじゃないですかね。特にその公立 のところはそうですよね私立の学校はそこによるっていう感じかもしれないですけど、まあ、大体小学校中学校は給食で高校だと、まあ、学校によるっていう感じですかねうん、うん、どうでした高校高校はねお弁当でしたあ自分でね、うん、あの家で作ったお弁当を持って行ってで教室で食べるとそうです、はい、なんかまあ大体そうですかね僕の学校もそうでしたね、うん あのお弁当かあとはそのお弁当屋さんが来てるから買って食べるっていう感じ。お弁当といえばお弁当ですけどね。うんうん、なのでそういう感じでしたね。あのパン屋さんとか来てててっいう形なんですけどその、まあ、給食は何て言うんでしょう、うんまあ、小学校中学校の思い出といえば給食じゃないですかそうだよ、ね、ほぼ。 うんわかる <laughs> はいあの給食ってなんかいつでもやっぱ思い出に残ってるしあのなんだろうなみんなとこう共通のものを食べるっていうのがなんか僕は良かったなと思っていて、うん、で僕はそんなにあの好きなものとか嫌いなものがなかったんであ好,きあた、ね、<laughs> 好きなものはあったけど <laughs> 嫌いな食べ物とかあの食べれない食べ物っていうのはなかったんで。 すごい楽しかった、うんまあ、あえて言うなら給食って、まあ、毎日違う料理が出てあのこう毎月毎月何月何日はこれ何月何日はこれっていうのが献立、まあ、メニューがですねこのプリントになって配られたり壁に貼られたりすするんですうん、うん、だからあの僕はカレーがすごい好きだからあ今度水曜日カレーだっていうのをすごい楽しみにこう毎日生きてたと。 <laughs> いう感じなんですけどあえて言うんであればあの牛乳が必ずついてくるんですよそうだね、はい、給食って給食って飲み物がお茶とか水とか全くついてなくて牛乳だけがついてくるでそれは僕はあんまり好きじゃなかったな、うん、確かにねあの日本のご飯に牛乳って結構ね、うん、合わない って思う人もいますよね牛乳ははいいいいんんでですすよ牛牛乳乳があることは、うん、ただその例えば水とかお茶とかがあってご飯終わりました給食全部食べ終わりました牛乳だったらいいんです <laughs> 途中が牛乳例えばさなんか慌ててご飯食べたりとかしてさなんかうわーってなった時牛乳ってのはんかあんまり好きじゃなかったな。なるほどねはい ででもいいんですよ別に <laughs> <laughs> まあそれはそれで思い出なんでねはい、はい、なのであのいろいろありますけど、うん、まあその給食がすごくあの僕はそういう楽しみで大好きだった、うん、特にカレーライスとカレーうどんカレーですね <laughs> <laughs> がすごい好きであの早く食べたらおかわりしていいみたいな決まりだったんで<ー>早くバーって全部食べてすぐおかわりして でそれも全部食べて2回おかわりするみたいなそういう少年でしたね <laughs> すごいねでもなんかなんだろうちょっとかわいそうだなって思ったのはあのあんまり <laughs> なんだろうだ嫌いなものが多かったりあんまり食べれない子っているじゃないですかうん、うん、もうなんか食べなきゃいけないみたいな、うん、食べるまで帰るなみたいな感じのまだそういう時代だったからそれはちょっとかわいそうだなっていうのは思いましたけど、ね、そうだねだから僕はそういう悩みは一切なかったから もっと食べたい、はい、もっと食べたいなっていうふうに思ってたんですけどあのまあ今日何の話かと言いますとはいあのまあお弁当っていうところはすごく多いと思うんですけどその皆さんの国とか地域ではそのどういうふうになってんのかなっていうあ学校ねあ気になるねうんまあ給食なのかどうなのかあの僕らの まあ一,緒とか一緒かどうかわかんないけど、イメージ、僕の中のイメージでは、小学校の時はね、あの、給食室っていうのがあって、まあ、おっきいキッチンみたいなね、ところがあって、そこで、あの、午前中にね、給食を作ってくれる方々がいて、で、そのお昼の時間になったら、その部屋に、えっ、ー、と、クラスのね、まあ、10人ぐらいかな、が取りに行くと。給食の当番の人たちが、このパンとかね、 あとこの、まあ、カレーとかだったらほんとにでっかいでっかいさ鍋うん、うん、でっかい鍋本当にもう取りに行く、うん、でこう担いでバケツみたいな感じでこう,うん、うん、頑張って運んでくるとで階段とかも頑張って登るっていう感じじゃなかったですか私私私たちはあ私たちちははとというか私はあのそのの給食室のところで みんなで食べましたね。あ、みんなレストランみたいになってるってこと。そうそう。あ、なるほど。机と椅子がいっぱいあって。自分の教室じゃなくてね。そう、なので、運ぶのは楽でした。はいはい。なるほど。僕らはね、中学はそれでした。はい。ランチルームっていう部屋があって、そこで食べるってなったんだけど。その小学校の時は、そこの持っていかなきゃいけない。大変だね。すごい大変。重たいよね。いや、めちゃくちゃ重たいし、その。 もしこぼしたりしたら、もうえらいことですから。<laughs> みんなのご飯なくなっちゃう、はい。ご飯なくなっちゃうんで、<laughs> 気をつけなきゃいけないっていうので、うん、で、えっ、ー、と、まあ、自分たちの教室で持ってきて、あの、まあ、そこから先は、あの、ランチルームでも一緒だと思うんだけど、この、当番の人がこう、ご飯を継いだりとか、うん、あの、担当の人たちがこう、お肉を配ったりとかしてやるんですよね。うん。うん。そうなんです。まあ、そういう、 自分で作るご飯を自分たちでこう準備するっていうようなのがまあ給食でしたよね。でちょっとこう仲のいい友達とかだったら「いやちょっとカレー多く入れて」みたいな <laughs> やったりとかね <laughs> そういう感じでしたけど、はい、と皆さんのところはどうなんでしょうかね。すごい気になります。うん、っていうのが、まあ、日本は、まあ、それはその日本はっていうのはちょっとあれなんだけど僕らの時代はなんだろう まだだてううんだろうな今みたいにこうなんかあれを食べるあれを食べないとかあるじゃん,うん、うん、今っていろいろ考え方でもあるしまああのベジタリアンとかヴィーガンの方とかもいるじゃないですか、はい、でそういう時代じゃなかったからなんかみんなも同じだけこうボンボンってこうはいどうぞみたいな感じだったんですけどうん、うん、そのまあ今がどうなってるかっていうのは僕もそれも知りたいんだけど皆さんの国や地域で、まあ、いろんな えーと国によってはね考え方とか、まあ、宗教とかいろいろあって一緒って難しいんじゃないかなと思ったんです。でだから給食とかあるのかなっていうあるのかなそこが一番ちょっと知りたいし、うん、もしあるとしたらどんな感じなんだろうなと思ってて。でまあ僕はですねあのスペインと イギリスで学校に行ってたことがあるんです。うん、っていうのと、あと高校時代にえっ、ー、とカナダとえっ、ー、とヨーロッパのドイツえっ、ー、ととデンマークの学校にあのちょっと行ってた時があったんですけど、あのその場所はなかったです。うん、お弁当なかった。を持ってくるってことですか。あ、そうそうそう。うん、あの僕の場合はその ホームステイしてたんでそのホストファミリーのお母さんがサンドイッチみたいなのを作ってくれてこれ持ってって食べてねみたいな感じだったうん、うん、なるほど、うん、でその学校に行ったらみんなそれぞれそんな感じで持ってきててでどこで食べてもいいと、うん、その自分の席とか関係なく学校の中だったらどこでもいいと感じだったでみんな大体こう外で芝生の上とかで食べてましたね へうん、気持ちよさそう、はい、でそれすごいあの一瞬はかっこいいなみたいな羨ましい外国って思って、うん、思ったんだけどやっぱりカレーの花をみんなで食べる感じが好きだったからうん、うん、僕は結構日本の給食好きなんですけどねうんいいよね、うん、それもね、うんでまあ、高校生になったらお弁当でしたけどそのお弁当のおかずをみんなでこうこれとこれ交換しようみたいな やったりとか、うんまあ、結構あの今となっては思い出だし、うん、ちょっとお小遣いを貯めててそのお弁当屋さんとかパン屋さんが来た時にあ今日このパンおいしそうだからハンバーガー買おうみたいなをやったりしたのも思い出ですけどね、うんうん、まあそんな給食がまあ皆さんのところではどうですかっていうようなねことをちょっと聞きたいなと思ってます。と、はいはい、いうのがまああのうちのねあの上の子供が 4月からねちょっとこう保育園とかに行ったりするんでお弁当が必要になったりするんですよでなんかそれをこう準備したりしてるうちになんかちょっとそのことを思い出してね、うん、なんか懐かしいなみたいな気持ちになって今日はその話をしました、うんはい、皆さん是非コメントお待ちしてますのでよろしくお願いしますではでは